やった。まあこんなもんか。安全圏まではいけるけど、どうかな。ワンパンは。こんにちは、めいです。今回もビッグウッドでチャレンジレベル9やっていくんですけども、なんかもうサブいらねえんじゃないかなって思って、サブ全部捨ててきました。やっていきましょう。最初から調整、もう調整の調整が入ります。もう本当に OK。 あ、これ半分超えたか。猛毒で削ってとか 50% 以下に保ってもらって、はい、でもいい感じ。 OK、 これをもう一回やればいい。 HP が、はい、 OK、 いいけど抜けたわ。オッケー、いけた。よっしゃ、頑張ります、頑張ります。無効貫通頑張ります。2人、まあこうなるよね。いや、これいけるかな、どう。いや、強い、強すぎる。イルミナじゃないわ、間違えたわ。いい感じに組みたいけど、まああんまり無茶してもあれなので、まあ普通に組んでいきましょう。はい、 OK、 これは勝った、絶対勝った、バカ強い。いや、強すぎる。強すぎた、アイルーム。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。勝負は一瞬で決まります。1コンボで貴様など十分だ。粉砕してくれる。カナットを打ってエンハンス、状況確認します。エンハンスが 4.9 倍のエンハンスがかかっております。 LG1 コンボ、ちょっと落ち込んだしばっちにしてないんで、そこがね、降ってこられると困るんですけど、計算上1コンボで突破できるはずなので、いくぞ、決まれ。これが俺らの1コンボや。来てきてほしい、そこに、そこに落ち込ん、そこに落ち込ん、君に幸あれ、頼む。もう一個、もう一個、いやー、全然降ってこなかった。これワンパンできないって、ごめん、嘘。ちょっとなんかもうちょっとどうにかなりそうな気もしなくもないんだけど、うん、これでなんとかお願いします。ワンパン無理。あ、そうじゃない、絶対そうじゃない、絶対そうじゃなかった今のは。 OK、 突破ですね。いや、最後もみなかぬし打って、できればワンパンしてもらいたい。完璧、完璧、最後よし、これで OK、 カンストするっしょ。みんなカンスト、みんなカンストはしないけど OK、 いいね、最後の盤面完璧です。ごしょてんということで、ゼラ18体集めました、集めましたは違うかな。ゼラ18体で菊の闘技をやっていこうかなと。マシンキラーがあんまりないので、本当はある人に任せてあげる方がベストかもしれないですね。いやー、行ってほしい、正直行ってほしい。うわ、いけた、マジ最高。下で1個作ってあげて、こんな感じ。これでどうかな。 OK、 いけましたね。はい、ということで、おいっす、こんにちは、めゆりです。1万人ありがとうございます、本当にありがとうございます。もう本当に当初ね、一つの壁を越えたと、ウォールマリアは突破したんじゃないかなと思っております。で、もうこっからはザックバランに超ゆるく、何も話そうか何も決めてないんでね、10分ぐらい話すかもしれないんですけど、とりあえず知ってる人も多いかなって思うんですけど、なんで動画始めたのっていう話ですよね。なんで動画始めたのっていう話なんだけど、当初ね、大学時代に付き合ってた彼女が、なんかね、まあ、悪口にならないように話さなきゃいけないんだけど、動画を、まだその時登録者が25人とか、まあそれぐらいで、再生回数もまあ、言っても50回とかで、で、なんか、これから何するのって聞かれて、帰って動画撮りたいな、みたいな。それで、なんか、は動画みたいなこと言われて、で、そっから、なんか、喧嘩にはなってないんだけど、ちょっと揉めたりして、で、パズドラにその頃もちょいちょい課金してたんですよ。月でも、
多分1万ちょいかな、月課金しても多分それぐらいだったと思うんですけど、それぐらいで課金して、でなんかゲームに課金するのが嫌だみたいな、パズドラに課金が嫌だって言われて、それが理由なのかわかんないんだけど、振られたんですよ振られたんよ、なんでみたいな、理由聞いてないのよ、なんでみたいな感じで振られて、で振られた時に、あーパズドラがやっぱダメなんかなみたいな、課金が動画がそんなに悪だと思われたんかなみたいな思って、はみたいな思って、もうカチン来て、動画はなそんな舐めたもんじゃないんだよ、お前を動画で見返してやるって思ったんですよ。絶対お前を動画で見返してやるって思って、でそっから大学2年生3年生かな、そっから本気でもう動画出し始めました。本気でっていうのはなんかね、例えばイルムが実装されたよとか、進化究極イルムが進ね実装されたよってなったら、もうその日のうちにもうね、大学もう抜け出してでも、うわイルムが進化きた、大学帰りまーすみたいな感じで、もう動画もよし、動画みたいな感じ、もうこんな感じ、コラボが来た月曜日とかの朝10時は俺学校行かないぐらい、もうそのレベル、もうコラボが来る日の月曜日の授業は受けないっていうクソすぎるクソ学生すぎるんだけど、そういうことやってました。だって投稿が早ければ早いほどやっぱり誰もまだ YouTube 上に上げてないから見られるんですよ。だからそれを狙って俺は実装されたそこの日のうちに全てのキャラを使って出そうっていう風にやって、でそっからねこう皆さんの目に触れるようになって、ちょっとずつ生放送とかも人が来てくれるようになってっていうので、まあ知ってもらう機会があったのかなとは思います。まあそれが結構きっかけなんですね、動画を本気でやり始めたのは。それただ YouTube 自体はね、高校生ぐらいの頃にギター動画を上げてたんだけど、ギター動画はまあ自己顕示欲が強かっただけで、はい、ちょっとギター弾いてみてピーって出して、あー見られたわーみたいな、それぐらいだったね。あれね、著作権がね引っかかるからね、ギター動画はちょっとあんま向かないですよね。だからやめました、はい。だから Twitter 上に今はギター動画を上げるようにしてます。あれ1円にもならないんでね、あれね結構編集とか撮影とか時間かかってるけど1円にもならないからね、皆さんのいいねだけのためにやってますんでいいねください。固定ツイートの方にリサさんの炎、今回の鬼滅の刃の主題歌、そう鬼滅の刃見ました？まあ見てると思うんだけどね、これ見てる 8,9 割の人見てるんじゃないかなと思うんだけど、見てなかったらごめんなさい、見てない人は見てください。今日も教習生が言ってたんだけど、何も知らない母親お母さんが言って面白かったらしいです。だから多分万人受けします、はい万人受けは保証します、はい。ということで鬼滅の刃見てねっていうね、別に案件はもらってないんですよ、はい。ということでそんな感じです。あと何話そうかな、まあ次の目標はだから10万人になっていく。10万人はちょっと壁高いな。とりあえずね、YouTube だけで生活できるようになりたいから3万4万人ぐらい欲しいなって思います。そこかな、次の目標はそこかなって思いますね。 YouTube の収益が今本業やってるんですけど、自動車学校の先生を、まあこれは結構言ってるんだけど、で自動車学校の先生、その教員の収入を YouTube で超えてくれ、それだけ、それかな。うん、そう今回ね、伸びがすごいねって言われたりするんですけど、これね、まあ、鬼滅のおかげだなとは思いますね。やっぱり鬼滅新規参入が多いのと、まあ、多分パズル関係ない人も見てるんじゃないかなと思いますね。鬼滅のキャラこれが強いよみたいなのは、あれがね10万再生とかいったりして、これで結構目に触れてもらえたのかなとは思います。だから鬼滅ありがとうございますって感じですね。そんなとこかな。応援してくださってる皆さんには本当に感謝してます。でプレゼント企画とかは特に考えてないので、動画で返していきたいです。なるべくこう忙しいっていうのを言い訳にしないようにはなるべく頑張るんですけど、なかなかね編集に時間を割けなかったりするんで、俺ね自分自身がそんなに面白くないと思ってるから、編集でごまかすんですよね。編集でなんとかねやったりするんで、ちょっとなるべくそこら辺時間かけて面白いもの作れたらいいかなと。でプレゼント企画はまあコラボが来るたびにねちょいちょいやるんで、その辺はぜひね参加してもらったらいいかなと思います。だからまあ1万人はありがとうっていう感じで、またこれからも動画出しますよっていう感じ、こういう動画もね用意したんで、はい、これが1万人のこの感謝の思いです。はい、あんまり自社動画とか出さないんでね、
はい、そんな感じですかね。これからも、上を目指して頑張っていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。バイバイ。